天宮徳子さんお宅にいるんですね。あ、時間がしております。子供さんと二人ですな。大変ね、あの人も。一日何も考えないで、のんびり遊びたいわ。そうね。徳子さん何もこんなことしなくたって楽に暮らせじゃないの。よしてよ。そんな人じゃないわ。徳子さん旦那様いるのよ。いつからやってるんだこんな商売。女に一体何ができる？そんなことで今さら不幸になったらかえってつまらないじゃないの。